こんにちは、こんばんは、アラフィフです、ボーダーランズ続きをやっていきたいと思います。トラッシュコーストでの、ミッションの続きですね。今んところこれですね、3つトラッシュコーストでやることが終わりまして、あと残っているのが本筋アナザーピースオブザパズルっていう、パズルの、残りの一辺というか、あと他の一つ一かけらというミッション、ボルトキーですね。ボルトを開けるためのキー、鍵の、一かけらをゲットしてこいというミッションになっております。それをやっていきましょう。もうこれをやるとね、前ニューヘイブンであったエレベーターで地下にガーッと下がっていくとこね、あれができなくなりますんでね、もしやられる方があるんやったら、これこの最後のミッションやる前に、終了させ、行ってまた、ギアボックスの武器とかをねゲットしておいてくださいね。さて、ここはね、このスパイダーハントの巣窟。OK。OK。Nailed it!次はあちら。しゃあ。ボーダー。しゃあ。The kill count。なかなか難しい。よっしゃ。Target hit。こんなもんかな。スパイダーアントがね、いっぱい出るんでね、なかなか大変なんです。まあ開けても別になんちゅうことは。もうここからは他にも出てくるんですけども、近接用でいきましょうか。でここでね、ゲットした武器とかね、前のミッションでゲットした武器はもうイラも全部売却してますんで、もう今手持ちいろんなもん持てますんで、もうね。ここを越えると出ますんでね、ほらね。で、Nailed it。ほら。OK。これはまずい。It's like having another soldier on the field.硬い。ね、OK。ああ、硬いからね、あの手のはきついっす。こんなもんか。どうだら先に行きましょうか。こっちかな。
じゃあここやね。さあ巨大なラックハイブというラックの巣ですね、のモンスターっていうか巨大な怪獣ですね、との戦いですわ。出るかな、そろそろ出た。これね、できる限り遠距離で戦うことをおすすめします。ラックハイブ、硬いんでね。来るか、ラック。これラックを放出しよるんですよね。あ、なんか放ってきた。サンみたいな音。そう、じゃあこっち間違えた。いて、目がひょっとして弱点なんかもしれまへんけどね。しゃ、リラック。OK。これでも結構減るね。 OK。 出て出て、ラックが来る。 OK だね。よっしゃ、これ近づいてやると大変なんですよ。こいつね、誰や俺の宝、あの武器箱開けたやつは。これもいっぱい落とすんで、まあいいものだけ漁っていくのがいいと思いますね。もうこんなんはいらんしょ。お金はねいただいとかないとね、もったいないですからな。これ乗っかれるんですよね。よいしょ、気持ち悪いですね、これね。倒すとこんな感じです。はい、そしたら、ボルトの、鍵のかけら、取りに行きましょう。これここですね。ここに近づくと。中からでっかいラックがひょっこりと飛び出してきます。これは撃っても何もできまへんのでね。でここはやっぱりラックの巣窟になってまして、
まあここ別にそんなに攻撃かけてくることはないんで、まあとりあえず鍵だけ取りに行きましょう。ほいっと、これで全部取りましたと。うん、これで全部いけましたね。あとは帰るだけ。帰りもまあスパイダーアントが出ますがね、もうラックハイブとかは出てきませんからね。あとはターンインですな。でここをやると今度またオールドヘイブンに行くことになるのかな。帰りは違う方のコースを取っていきますね。そうするとまた出てきますんでね、スパイダーアントね。騎士のはこっち側から来たんですね。帰りはこっちから帰りましょうかね。こっちの道ね。こっちの途中でも多分出てくるんだよね、やっぱりね。ね、よっしゃ。わあわあ、3のやつがいて、これは嫌やな。もんやね。よっしゃ、 OK。 これで帰りましょう。せやけどただ周回してるだけでは武器箱とか開けてもろくな武器が出ておりませんな。ほい、帰ってきました。あとはターンインですね。先にイランも打っとこうかな。だいぶ始末したんで、スッカスカですけどね。ほいっと、こんなもんかね。とりあえずこの辺置いといて、退院先が、ここはラストコモンズイーストの、ミドルノーウェアのバウンティーボードかな。で、クレイジー R のところがこれ。で、あと、アナザーピースオブパズル。これは、ウエストの多分、ちょっと変わったあの、女性研究者。名前忘れてもった。あ、どこや。飛べるのは、どこから飛べんねえだっけ。あ、ここか。これで飛べるのか。しゃ。そしたらまずアウターアンダーパス本筋のとこから行っちゃいましょうか。本筋の隊員ですね。もうだいぶストーリーは進んでますね。もうだいぶ後半になっております。まあビークルいらないっちゃいらないんだけど、まあまあすぐそこやからね。ここやもんね。しゃ、ここもスパイダーアントとラックが出る場所でしたね。しばらくぶりに来たんで、まあ、ぎょうさん出るでしょ。
know that hurt. Target hit. ういっと、お金ばっか。よっしゃ、先にそこのラック始末しとこう。これやると飛んでくるんでね。来る、来ますねんね。ほら、出るかな。あ、もうこの辺スパイダーント出ないかな。ラックはね、たくさん飛んできますよ、ここまだね。そうか、どこ行った。オッケー。というわけで、隊員いつも音声コードをね残す人でね、この人ね。ほいっ、オッケー。そうや、タニスやったね。そうや、そうや、パトリシア・タニスやね。Not without my crap trap という新しいミッションをいただきましたと。これは、ついボタンを間違う時がございます。We should talk again.クラップトラップを助けないといけない。これオールドヘイブンのはず。ちょっと開けてみましょうか。これやね。あ、ちゃうわ、まだオールドヘイブン。あ、オールドヘイブンやね。レスキュークラップトラップインオールドヘイブン。オールドヘイブン行って、クラップトラップを助けようというミッションでございますな。それ助けると今度違うところに行けるようになります。よしと。ああ、クラスモッドばっかりという。これは悲しいね。もう先ほど、ラックはこの辺のラックは全部ね倒してしまったんで大丈夫ですね。でここの武器をまた取ってと。Always room for more loot。 ほんまにろくなもんでんなこの周回本。まあ帰ります。次はクレイジー R のとこにでも行きましょうかね。もう一個ね、ここの上前もお見せしたと思いますが、 この先ね、くるっと待って、このここに この辺りね、武器箱ありますが、まあそれはもう置いといていいでしょう。クレイジーアールスクラップヤードに行きましょう。スカッピーやったか、スカグをね、ペットというか友達って言うとるけどもな、そのスカグを
助けてきてくれというような依頼でございましたが、まあ、それをこなしましたんでね。そこか。で、行きましょう。これね、スクラッピーか、スクラッピーという名前のスカグ、なんかノコギリみたいな首輪みたいなのをしてるんですね。では、これ初めて物くれたんちゃうかな、このおっさんは。はい、あんまり大したことの なさそうな、威力はあるけどもファイアレート低いし、アキュラシーもアキュレシーも低いというスナイパーライフル、あんまり役に立たないものでございますな。いただきましたね。で戻って、ラストコモンズのイーストの方のミドルノウェアに行きましょう。あ、こっちやった。ほい、やっちゃう。ほい、ミドルノウェアのこれね。ここのバウンティーボードに退院すればよかったと思いますね。まあまあ開けんでいいか。ほい、ここやね。これ、おいっと、あ、パットン、ここでもらえるんやね。アトラスのリボルバー型の拳銃、威力が高いんです。で、もう一個の方が、これ多分、ショットガンもらえるかな。あ、ちゃうわ、スナイパーライフルか。ネイラー、あー、特殊といや特殊なスナイパー。ライフルになりますね。ここでしか手に入らないんじゃないかと思います。赤字ついてますんでね。これはスナイパー、そのすごい凄腕スナイパーにこう冠されるこう名称でネイラーっていうのがありますが、それを、取ってきてるようですね。どんなんか、まずはパットン、ネイラーね、これか。まずネイラー、いまいち。アキュラシーが今一つっていう感じかな。あ、ファイアレートも低いのかな。ちゃうちゃう、これかな。これパットン、どうしてもこのねリロードスピードはちょっと遅いですね。でこれリボルバーで覗けるようになってますね。スコープ付き、モデカイあたりがものすごい威力発揮しそうですな。パットンっていうのはあの第二次世界大戦のアメリカ軍の、ジェネラルパットン、
パットン将軍から、ジョージ・ S ・パットンか、から名前を取ってるんやと思いますけどね。まあまあこんな感じでございますわ。なんかええもんあるかな。それだけ見て終わっておきましょう。まあいらないかな。はい、というわけでまあまあ今回はここまでということで、終わっておこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。だいぶね話ももう3分の2ほどは十分に来てると思うんで、これから大詰めに向かって、まっしぐらということになります。では失礼いたします。失礼します。